石田駅は、新潟県南魚沼市上野にある、東日本旅客鉄道上越線の駅。冬の駅舎あたり駅は、南魚沼市南部の石田地区にあり、かつては、スキータ客時に優等列車が停車していた。清水トンネルを挟む石田水上は全国に先駆けて、開業時から電化されており、前後の非電化区間との接点として、石田機関区が、校内に置かれ、 水上駅とともに、機関車の付け替えが行われており、蒸気機関車用の転車台も設置されていた。上越線の全線電化化後も、石田、水上間の連続急行バイク間に備えて、EF16 型などの補機が配置されていた。また、スキー客輸送用として特急、時が臨時停車したほか、特急、新設をはじめとする多くの臨時列車の終着駅となるなど、 旅客輸送でも拠点駅の一つであり、かつては駅弁の販売もあった。しかし EF64 型1000番台の投入により、当該区間の補給は不要となり、石田機関区への機関車の常駐は廃止され、その後は側線も長らく荒れた状態となり、北越急行の開業まではこの状態が続いた。北越急行の開業後は、当駅の側線に、 普通列車車両が夜間留置される。2015年の3月14日のダイヤ改正前までは特急、白鷹の車両が夜間留置されていた。旅客列車においても、上越新幹線の上野駅開業後は、在来線優等列車が大部分廃止になり、スキー客も越後湯沢駅に移るか自家用車利用が中心となり、拠点駅としての機能は失われた。 谷川の延長運転による臨時乗り入れも近年はなく、ただ関東地区の B 特急料金の適用区間が当駅までとなっていることに名残が見られる。2016年まで運行されていた当駅を四重儀とする優等列車は、当期に運転される臨時快速 C 入る上越1往復のみ。上越線が乗り入れている。上越線には、 北越急行北北線の列車が乗り入れているが、こちらは全列車が当駅を通過するため利用できない。給料地の東斜面に位置し、島式ホーム一面二線を有する地上駅。越後湯沢駅管理の無人駅である。2019年までは、業務委託駅で、緑の窓口もあった。現役者の完成時より、単式ホーム一面一線の一番線が存在し、 スキー列車発着用として使用されていたが、2000年以降は線路と河川が撤去されている。1968年に建築された駅舎は、鉄筋コンクリート作り2階だけで、1階部分に駅機能がある。駅舎の2階とホームは同じ高さになり、駅舎に接して置かれた端式ホームに、この2階から橋が伸びているが、駅職員の専用通路となっている。 長岡発の最終電車は当駅止まりで夜間大白が設定されている。一番線は、欠番 JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は107人で、ある。近年の推移は以下の通りである。駅前には上越線の建設に尽力した岡村三次の銅像が建てられている。石の町はこの駅よりかなり低い場所にあって、 駅前から伸びる坂をしばらく下ることとなる。周囲にはスキー場が多数あり、上越新幹線開業前後までは多くのスキー客がこの駅を利用したが、現在では越後湯沢駅がアクセス機能を担っている。当駅周辺を含むバス路線図越後交通グループの南越後観光バスが運行する路線バスおよび南魚沼市のコミュニティバス。 市民バスが当駅周辺を経由する。ありがとうございます。